テレビくんのラジオ無職ドロータでもファイヤー挑戦、テレビくんです。よっらっしゃい。本日は川で子供が溺れる母、誰か助けませんというテーマで話していきたいと思います。7月23日、ビッグモーターの不正の件の陰でもう一つネットで話題になった出来事がありました。川で遊んでた親子の子供が流されて、母親が誰か助けてと叫んだ結果、偶然近くにいた男性が救出に成功したということだったんだけど、まあ、これ一歩間違えたら助けようとした男性も溺れる可能性あったよね。で、自分が同じ状況だったら、まあ、救助は断ると思います。で、それはなぜなのか今日は話していきたいと思います。このチャンネルでは週5日8時間労働のアンチテレビくんがファイヤー達成までの日常をアウトプットしていくラジオ形式のチャンネルです。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。始まるよ。流されてる動画見たんだけど、結構流れ早いし深そうな川でしたね。で、こんな急流に子供連れて行くなよって思いました。いや、まず保護者に危機意識がないよねっていう感じ で、自分は子供の時プールで溺れたことがあるんだけど、で、子供って好奇心でもう親から行っちゃいけないよって言われてても、もう絶対行くん で、最初からもう行かないっていう選択が正しいよねと思いました。で、動画では母親がどこから叫んでたかは分からなかったんだけど、 もし自分が行ける位置だったのにもう助けてとか叫んでるだけ で、自分は全く動かずに危険にさらされたくないけど子供は助けてほしいみたいな、まあ、つかましい感じだったらちょっと許せないよねと思いました。で、女さんってこういう事案多くないですか？で、新幹線の中で刃物男がテロを起こして客を刺したっていうニュースが何年か前にあったけど、で、その中でも妊婦が近くにいた男性にお腹に子供がいるんですって言って、で、かばった他人の男性が刺されて死んで、で、女って都合のいい時だけ男に頼るよなみたいな風に言われて炎上しましたし、で、この川の件は助かったからいいけど、もし男性も溺れたらどうすんのって思いました。で、自分で守れなかったら川なんか行くなよって感じですよね。で、自分がもし同じ境遇にいて、で、助けを求められたら、まあ、泳げないので無理ですって断りますね。で、まず、まあ、自分が川に近づくなんていう機会がもうないと思うんだけど、で、もうそれでその断って、で、なんで助けてくれないんですかみたいな風に非難されても、まあ、元々関係ない他人だし、まあ、その場から離れて3日もすれば元の生活に戻るので、で、もし、まあ、急いで助けに行って自分の人生ゲームオーバーになったら、もうそれこそ取り返しつかないですよね。で、日本人って断る勇気とか断る権利を使えてない人が多い気がします。で、人からの善意とか好意を受けて当然で、で、それ前提で動いてるっていう人が多いので、で、頼み事をして断られたら、もうそれに対してもうそのくらいいいだろうとか、もうそんなこともしてくれないのかよみたいな風にもう搾取してもう逆ギレする人がいるっていうのがもう多くの要因だと思うんだけど、まあ、自分ができないし無理だって思うなら断るし、まあ、これ親切心の搾取だよねって思ったら、まあ、その場とその人から離れるのがいいのかなと思いました。で、あと、まあ、同じようなケースで新幹線の窓際の指定席を予約して座ってる人に対して、で、子供が見たがってるので代わってもらえませんかとか言ってくる親もいるらしいし、フリーアナウンサーの新井理恵奈さん、まあ、妊娠中らしいんだけど、まあ、電車で妊婦の私がいるのに無視して誰も席を譲らないとか自分の YouTube で話してたっていうことがニュースになってたんだけど、まあ、譲ってほしいなら自分でその場で頼めばいいのに、もうそれすらせずに、もう妊婦に気づかない人たち残念とか言って、で、他人に責任を押し付けてるってもうずうずうしいですよね。
相手がもう何かをしてくれないことに勝手にがっかりしたり逆ギレして批判するのってちょっとおかしくないですかって思います。で、善意ってその人の自発的な行動であって他人から強制されてするものじゃないし、もうそれに頼るもんじゃないよね。まあ、なので頼み事をされても、まあ、自分が危険な目に遭う感じだったりとか、まあ、損する感じだったらもうあできませんって言ってガンガン断っていこうと思います。まあでも知ってる人がちょっと倒れたりしてピンチだったりとか、まあ、水で人が倒れてるのを見たら救急車くらいは呼ぼうかなとは思っています。まあ、でももう川で足も届かないようなもう流れの激しい場所で助けてとか言われても、まあ、自分はちょっと厳しいですね。で、6月にも自分の子供を助けた後に沈んで溺死した父親のニュースも見ましたし、で、これから夏休みで水難事故も多くなるから気をつけていきましょうと言った動画でした。皆さんは無理な頼まれ事をされたらどうしますか？よければコメントで教えてください。最後にツイッターもやってます。フォローよろしくお願いします。エンディング曲はオリジナル曲のニートでいたいです。概要欄からフルバージョンが聴けるのでぜひ聴いてください。欲しいものリストを公開してます。テレビくんが欲しがってるものが知りたい方はぜひ覗いてみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。